レオン・コメールはフランスの画家である。アカデミック美術の画家の一人で人物画やオリエンタリズムの絵画を描いた。ノールンのトルロンデ教師の息子に生まれた。1853年に家族とリールに移った。幼い頃から美術に関心を示し、リールの美術学校に入学し、アルフォンス・コラスに学んだ。1867年に美術学校で賞を受賞し、 ノール県の奨学金を得て、パリ国立高等美術学校に進み、アレクサンドル・カバネルに学んだ。この頃、カバネルに学んでいた画家は、オリエンタリズムの作品を描く画家が多かった。1871年からサロン・ド・パリに出展を始め、1875年と1881年にサロンで賞を得た。1875年にローマ賞を受賞し、 ローマ留学の奨学金を得て、1876年から1879年まで、在ローマフランスアカデミーで学んだ。アントウェルペンの国際博覧会の展覧会やアメリカ、オーストラリアの展覧会、イギリスのロイヤルアカデミー・オブアーツやグラスゴーの美術協会の展覧会へも出展した。1903年にレジオンドヌール勲章を受訓した。パリのスタジオで活動した後、 パリ郊外のルベジネに屋敷を建て、1885年にルベジネに移った。没するまでルベジネに住み、司会議員も務めた。アレクサンドル・カバネルの学生だった画家のジャクリーヌ・パトンと結婚した。息子のマクシム・コメルは建築家になった。ありがとうございます。